下げてる理由だと思うんですよね。なるほど。これは叩きつけてショートの横を抜けました。ウォーカー出ました。岡本の前に出ました。さあ先ほどはかなりインコースの高めも攻めてきましたが、そのストレートインコースでしたが、タッチアップの構え、センターフライ、ランナースタートしている。ウォーカー三塁に向かっている。ヘッドスライディング、ボールがこぼれた。それを見て岡本は二塁へ、二塁に行った。好走塁、二塁三塁。いや宮本さん、はい、この走塁いかがですか。そうなんですよ、あのね、ウォーカーに対してね、はい、守備がどうだって言ってる方、はい、違うんです。こういうところでカバーするんですよ。足の速さもありますね。そうですよ。そしてこの懸命なプレー、いけないかなと思ったんですが、このヘッドスライディング。そして宮本さん、この後の岡本いいですね。やっぱり常に次の塁を狙うっていうね、はい、岡本和真君が常にやっぱ頭にあるからいけたんでしょうね。インコースに構えそう。インコースで来た、引っ張った、高く上がっている、高く上がっている、見送った、ウォーカーの勝ち越しツーランホームラン。鮮やかに打ち返しました。来日7本目のホームランは貴重な勝ち越しツーラン。ピンク色に染まる東京ドームで放物線を描いてハートマークを作って帰ってきました。あのヘッドスライディングがあって、宮本さん、このパワーがあります。いやー、やっぱりね、こういった走塁からのね、あの辺からやっぱりウォーカーっていうのは集中力っていうのはね、やっぱりバッティングにもつながってきましたよね、あの走塁からね。この一発でジャイアンツが2点取って3対1で7回です。東京ドームに東京音頭が流れています。